21市町朝ごはん巡りということで県内各地を回っておりますが、上田さん今日は長崎市ですよ。長崎市といってもいろんなバラエティ豊かな朝ごはんありそうですね。ありそうです ね、 ね、楽しみ。本当ね、さっきは朝ごはん作ってる？私は仕事でも家庭でも食べる専門ですよ。やっぱりか。さあ皆さん朝ごはん食べてますか？今回は長崎市、今や多様な暮らし方働き方をするようになりました、それでも元気や活力を支え応援してくれる朝ごはんの風景があります。美味しそう。歴史ある観光都市長崎市、この秋の西九州新幹線の開業など長崎駅周辺の風景も大きく変わります。長崎市の中でも海からの昇る朝日が見える町があります。茂木町です。すごいね、もう朝日がキラキラしてて、ね、なんか長崎で朝日が見られるところってまた珍しいですよ ね、 なかなかね、気持ちがいい。はい、グッドモーニング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 。2つの宿を運営する大島さん、9月から始める朝活とは？私たち模擬で朝活の活動をしておりまして、朝でですね、模擬で朝活、模擬で朝を楽しんでもらおうということで、はいはい、模擬とグッドモーニングを掛け算してグッドモーニングと、はい、あ、ちょっと胸元に輝けるのは、こちらがですね、まさにグッドモーニングの缶バッジになりますので、まさに今の景色、本当ですね。ありがとうございます。すごい走りながらゴミを拾うフロギングというですね、アクティビティが今日本で少しずつ流行ってきてまして、はい、エコ活動もしながら、一番もう健康にということで朝の時間を過ごして、まあ、今日も一日頑張ろうと、気軽に来た人がですね、楽しんでもらえるように、ね、していきたいなと、まあ、ちょっとこちらも目の前の施設も、はい、まあ、そういう交流拠点になりますので、はい、まあ、そういった取り組みをしようと。もしよかったら仲間の印ということで、嬉しい、仲間の印、もうグッドモーニング早速つけなきゃ、はい、ありがとうございます。まあ、まあ、ゴミを拾っていただくので、まずはトングですね。はい、バーベキューじゃなくて今日はゴミを拾う、トングトング、肉じゃなくて、はい、肉じゃなくてゴミを拾うぞ、ゴミ拾うぞと、はい、でもう一個です、実はゴミ袋、ゴミ袋、長崎市では公共の場所でのゴミ拾いに専用のゴミ袋を配っています。実は子供がデザインした小さい子供用ゴミ袋もあるんです。これを使うそうです。長崎市さんの協力も得てですね、はい、やっていこうかと。じゃあ行きます。はい、え、もういきなり、もういいですか、いいですか。まあ、ゆっくりこう走りながら、はいはい、行きますので、海がキラキラですね。あ、ありますね。はい、お、拾います。本当だ、ありますね。ピザやつはもう、はい、拾いながら。それはなんだ。はい、あ、この辺にある。定期的に地域の方もゴミ拾いをしてるんですけど、うん、やっぱりね、どうしてもゴミはね、そうね、どうしても一定出てしまうのかなと。あるある。そういう体を動かすことでより燃焼することでですね、はい、うんうん、あの心も体も健康になると。はい、いやー、ちょっと走っただけでも、ね、結構ゴミがありますし、ね、はいはい、そしていい汗かきますね。これはいいですね。ただジョギングだけじゃなくって、はい、ゴミをこう探しながら行くって楽しいし、また場所がいいですもんね。模擬だと10分15分で来れるんですよ、車だと。なので朝から来てもらって、まあ、ちょっとこう朝からゴミ飛来して、で、まあ、施設でシャワーもありますので浴びて、で近くにはパンもありますので、美味しいオロンのパンという、そうか、そこから仕事に行くのもありなんじゃないかな。なんか考えただけでもなんか爽快になりますね。そうですです。この場所で40年以上親しまれているパン屋さんオロン、朝6時半にオープンすると朝食にぴったりのパンやサンドイッチが並びます。模擬の景色を見ながらオロンのパンで朝食はいかがですか。海辺で朝日を見ながらオロンのパンを食べるのが女子のトレンドになっているとか、ちょっと良さそうじゃないですか。そうですね、大島さんも今日朝ごはん食べたんですか。スムージーをですね。お、スムージー、はい、ちょっと嫁さんが最近、はい、ハマっていて、はい、
朝と夜はスムージー飲んでます。うわすごい、すごい、なんか健康的ですね。おしゃれ。いやいや、そんな茂木に一昨年オープンした海辺のホテル月と海、14の客室はすべて室内が異なり、海側の部屋からは青い水平線が望めます。長崎市内のこんな宿でいただく朝ごはん、こちらです。こちら月と海にご宿泊いただいたお客様が朝ごはんとしてお召し上がりいただけるようになっております。宿泊して、そしてこの海見ながら、はい、この朝ごはん、はい、最高です ね、 ね、理想的な朝ごはんでね。いただきま す。お味噌の塩加減もいいし、はい、朝にぴったりです、うん、いいですね、はい、干物がこちら茂木にある工房の梅の屋さんの干物を使っております、はいはい、おいしい。あの甘みがちょうどいい、はい、このご飯とめちゃくちゃ合いますね。朝からお客様に気持ちよく目覚めていただきたいので、まあ、あのできるだけお魚も焼きたてのものを提供するようにしたりとか、うん、ご飯もおかわり自由でたくさん食べていただけるようにしております。長崎市内の近くの方も結構宿泊に来られたりしてて、うん、気分転換できたというお声をいただいております。近くの方もね、そうなんです。早起きしてこの辺りを散策するのもおすすめだそうです。さあ今度はですね、長崎市の街中に朝ごはんの風景を探してみます。旅行者やビジネスマンにもおすすめの朝ごはんがあったんですよ。メガネ橋から歩いて 4,5 分の古川町で朝ごはんを食べましょう、はい、おはん待ってました。あるんですか朝ごはん食べさせてくれるところ。カフェでもあり仕事をすることもできるし、はい、生活をすることもできるっていう場所なんですよ。朝7時半からオープンしているということですので、はい、ハフ長崎サイと読むんですね。一体どんなところなんでしょうか。こんな場所があるの、ね、素敵、初めてです。ハフはいわゆる旅のサブスク。この建物は3階に宿泊ができて1階にはカフェがあります。お仕事されてる方もいらっしゃるんですね、うん、ここで朝食を食べてお仕事に行かれる方もいらっしゃれば、はいはい、フリー Wi-Fi も電源も割とどこからでも取れるようになっているので、はい、ここでそのままお仕事されて行かれる方もいらっしゃいます。そういう使い方もできるんですね、このカフェはね、一応オープンが7時半なんですけど、はい、朝の1時間はモーニングコーヒーを250円で提供しているんですけど、はい、プラスパンのセットもあるので、うん、もちろん一杯立てのドリップコーヒーでゆっくり朝を過ごすのもよし、ライフスタイルに合わせて利用できます。本当にスタートをするっていうか、お仕事する前とか後とか、そういう使い方また変わってきますね。そうですね、ここでモーニングコーヒー飲んでからお仕事に行ってもらいたいですね、うんうん、いいですね。朝食はトーストセットとグラノーラのセット、朝10時までの人気メニューです。いただきます。爽やかで朝にちょうどいいコーヒーのあの苦味というか、ミルクをちょっとかけた方が好きなので、うん、これガリガリ食べてたら目覚める。コーヒーで目覚めて、すごい、グラノーラで目覚めて、もあのドライフルーツの酸味とか香りがすごくいい。すごくパンのいい香りがします。うん、朝からこのお野菜をたくさん食べられるのもいいですね、うん、自分で用意しなくていい朝ごはんって最高ですね。いいですね、うん、東京から到着したこの方はもう何度もリピートしているんだそうですよ。朝食食べてミーティングを食べた後に2階で今度仕事する。あ、今度仕事、あ、何時から始まりますミーティングは。10時からなので、あ、10時から、はい、じゃあその前にお食事を。これのグラノーラのセットになるんですけれども、はいはい、
すごく私の中で好きで、うん、やっぱり帰ってきたなというか、長崎に、そうです、朝はこれを食べたいなっていうふうにいつも思ってます。インターネットがあれば、うん、どこでも仕事ができるので、そういった使い方で結構いろいろ各地ワーケーションをさせていただいています。2回行きました。コワーキングスペース、起業家やフリーランスなどが仕事しやすい空間です。すごい広い。テントの中でも仕事できます。こんなところもあるんですね。遊びに来てるみたいに見えますけど、会議中なんですね。雰囲気がもう遊び心が、ね、満載ですね。ここはどうやって使うことができるんですか？そう、1時間からでも500円でご利用いただけるんですけど、さっきの下のカフェで1000円以上使っていただくと、はい、稲刈のコワーキングスペースも2時間無料になってます。そうかちょっとゆっくりする時間で、下でちょっとね、美味しいで お食事をいただいて、それからここで一人で、ね、うわ家族と離れたいとか、いいですね。家にいたくないときもいいですね。そうです。それぞれの、ね、そう意味がありますから。朝ごはん召し上がりますか？まずは、はい、起きたらコーヒーを飲んで、あ、コーヒー、はい、いっぱい飲んで、はいはい、3人ともちょっと食べるものが違うので、夫はトーストと、はい、私はもう今から昨日の夜の残りのそうめん、あ、そう、昨日そうめんだったんですね。そう、残り物。まあまあ、朝ごはん何を召し上がったんでしょうか？味噌汁と飯と昆布の佃煮ね、はいはい、うん、それだけ。こちらは茂木町のあるお宅です。朝ごはんが今からということでお邪魔しました。素敵なお宅なんです。いただきます。いつも和食ですか？週に1回ぐらい、1、2回ぐらいがパンですかね、うん、あとは基本的にご飯にするようにはしてます。朝は何杯ぐらい？いやもう普通にいっぱいだけですよ、はい、食べ過ぎてもね、もう本当すぐ太ってしまうんで。たまにおかわりしよるよね。しれっとね。バレんように一応してるんですけど。バレてましたね。バレバレですね。バレバレたんですね。今死にました。今日は、しじみとお豆腐を入れました、うん、まあ、両親が畑をこう趣味程度でしてるんですけど、そこで採れた赤玉ねぎをお酢につけてまして、このお酢も主人の実家の方が大瀬戸でお酢屋さんをしてるんですね。だからまあ健康にいいので、こういうお酢料理をこう意識してするようにはしてます。おいしい、結構食べますよ、そんなに言うけど、うん、これはですね、茂木にあの工場がある梅の屋さんっていうところの一夜干しになってます。これなんか無添加とかで一つ一つも手作りで、あの工場の方が作ってるそうで、あの気に入って時々こうやって買ったりはしてます。茂木のホテルでも朝食に出ていた海産工房梅の屋は、一夜干しなど海産物の加工品を作っています。サバやサワラ、フグやイカなど、使う塩や醤油にこだわって一枚一枚手作業で仕上げているんですね。アミプラザ長崎でも購入することができますよ。卵焼きなんかもすごい黄色いですね、うん、これはビワ卵っていう卵を使ってて、これも茂木の方が作ってるものなんで、結構昔から使ってますね。結構地元のものがね。そんな地元愛にあふれる川添さんですが、ご主人は仲間たちと一緒にイベントの成功に向けて準備を進めています。なんと15年ぶりに花火大会を復活させるんだそうです。20日が花火大会の本番、皆さんの思いが集まっているんですね。ビッグプロジェクトですね。うん、ですよね。茂木をこうやっぱ魅力的な街に変えて、あの住んでくれる人たちをやっぱあとね、プラス1000人ぐらい増やしたいなと、こう町おこしっていうか盛り上げていこうということで、まず一つ目のこうあの、まあ、取り組みとしてですね、花火大会に今着手をしております。まあ、意気込みはですね、もうあのすごく盛り上がっておりまして、もうやっぱりあの実現ができそうだという状況がですね、なんとかこうつかめてきてからは
もう皆さんやる気満々でですね、ご主人にとって朝ごはんとは何でしょうか。もう一番の活力になる源だと思ってます、一日のですね、はい、あの今日オンエアの日、この中に誕生日の方がいらっしゃいます。あ、何知ってるの。なんとなく。え、何知ってる。よかったら手を挙げていただいていいですか。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。何歳ですか。34になります。嘘やな、嘘やな。長崎市の朝ごはんで元気に。さて、この時期とても忙しい商店を訪ねました。お邪魔したのは夕方閉店間際です。うわ、やっぱ長崎は花火ですかね。花火問屋さんですよ、卸問屋さん、ここです。立岩商店は100年以上続く花火の問屋さんです。入ってびっくりしました。すごい花火がびっしり、わあすごい、全部花火ですね。はい、長崎市のお盆は爆竹や花火で賑やかに先祖を迎えます。じゃあちょっと今の新しいのって、はい、どんなもんですか。これ、あ、かわいい、これあのクジラのこう潮吹きみたいに、はいはい、三連射こうシュッシュッシュッと吹き上げます。これ新しいんだ。はい、へえ、面白い。いや、名前はなんかね、飛んでサンタってなんでサンタなんだ夏なのにとかって思うけど、はい、長崎市の朝ごはんということで、はい、あのいろいろ聞いてたんですけども、朝ごはんは作られます。はい、はい、普段は作るんですけど、この夏場はもうあの おにぎりを買って食べたり、はい、してます。その忙しいさなかの朝ごはん、時間はもう午前11時過ぎてます。この日はやっぱりおにぎりでした。ちょっと夏の忙しい間はやっぱこの辺のお店でおにぎりを買ってあのパッパッと済ませて食べてます。お店のお客さんはあのお盆の3日間にあのたくさん来ていただくんですけど、今の時期はネット販売がですね、ちょっと忙しくて1日100件近くあの、はい、発送しております。1日の活力になりますから、はい、朝ごはんは大事です。具材で賑やかに飾られたおにぎりは花火屋さんのすぐそばにあるお店でテイクアウトしたものです。2階のイートインでは卵かけご飯のセットがいただけます。お弁当やしらしのホンダグループが立ち上げた専門店です。朝どれの卵にお醤油を少々垂らして熱々ご飯にかけたら朝から力がつきそうです。あ、これ間違いない。そうですよね。おはようございます。皆様に美味しい食事が提供できますよう、この店を立ち上げました。皆様の笑顔をお待ちしております。待ってます。ということで、朝ごはん巡り長崎市編でした。さあ、ここからは番外編。私がしてみたかったことやってみました。何ですか。何でしょう。こんばんは。時刻は7時12分を回ったところです。だんだんと夕闇が迫っております。まだね、少し明るいですけど、いよいよ私たちの花火大会が始まろうとしております。はい、はいはい、スタッフの親戚のお墓をちょっと使わせてもらってますけど、はい、お墓で、ね、長崎で花火をするって初めてなんですよ。ちょっとドキドキしてます。はい、どれがいいですか。おすすめはこれですか。手持ち、みんなで手持ちを、これをしましょうか。ありがとうございます。あ、来た来た来た。あ、あ、ついたついた。あ、綺麗綺麗。火薬の匂いが、あ、なんか夏ですね。夏ですね。いいな。綺麗です。綺麗です。この間ね、長崎花火大会やってましたけど、はい、こんなね、大きいの上がってましたね。すごいすごい。人気の花火も試してみました。オレンジが綺麗。
思った以上にすごかった、はい、なんか周りの花のようにパチパチパチってですね、冷静に見てなかった。全然びっくりした。キョセンコ花火が2種類、これどう違うんですか、これ。なんかちょっと、はい、こちらは和紙でこう手で寄った線香花火になります。でこっちはわらすぼ、わらの、はい。東と西でそれぞれに広まった線香花火、こんなに違うんですよね。本当だ、全然違う。どっちもしたことありますけどね。こうつけて、あ、ほら、できた、できた。本当だ、うわ、つけてごらん。この匂いが懐かしい。こう長く長くできるんだよね。長くできるんだよね。すぐ落ちた。かっくん言ってたでしょ、将来は、はい、将来は花火屋さんをしてもいいし、うん、海とか山とかを撮るカメラマン、うん、ライフセーバー、うん、ライフセーバー、あ、はい、ライフセーバーね、うん、スイミング習ってて、あ、そうなの、はい、なんか憧れるというか、うん、なんかかっこいいなみたいな、なんかそう思った。なんか人を助けたりとか自然をなんか見たりとか、はい、そういうの好きなの？はい、好きです。優しいね。初めて聞きました、ね、夢があるなんてすごいですね。さあ、陳年さん、どうですか、初めての子供の。いや、うちの娘もですね、ケーキ屋さんになりたいって言った時は、うん、あ、道理でって思ってね、横にどんどん幅が広がってきますね。好きだから ね。以上、今日の特集でした。